今日、なんとなく夫と昔の話をしたので役落としとして書き落とします。だいぶ前の話ですが、子供を身ごもってお腹も大きくなった頃、後ろから「すみません」と声をかけられ振り向いたら、思いっきり真正面から殴られ、とっさにお腹を押さえ、殴られた勢いのままに後ろに倒れて、そこから記憶があやふやだけど、誰かが叫んで何か聞かれ続けてぼんやりとしたまま答えていたら、視界が暗くなって気がついたら白い服の人たちに囲まれていた。それが病院の人たちだと気づき、自分は助かったんだと安堵した。落ち着いた頃に夫と遠方から来てくれた両親と義両親と会い、本当に運が良かった、奇跡的に赤ちゃんも無事なのよと言われ、初めてそこで泣いた。その後いろんな人にいろんなことを聞かれた。もちろんことがことなので警察の方とも何度かお会いした。ここで初めてはっきり自分に起こったことを知った。買い物に行こうといつもの道を歩いていたら、突然後ろから男に声をかけられ、振り向け器用に顔に一発、後ろに倒れ、その後に男に腹を数回蹴られていた。その場は私一人だったが、近くの民家の人がベランダで洗濯物を干していて、その家の数人がすぐに駆けつけてくれ、救急車を呼んでくれたらしい。私とお腹にいた子が助かったのは、真冬で着込んでいたことと、肩掛けカバンが倒れた時に、お尻あたりにあったのでクッション代わりになってくれたこと。それから、休日の昼過ぎで助けてくれた民家の方々が家にいてくれたことと、いろんな偶然が重なって、まさに奇跡的に助かった。犯人は逃走してしまったので、しばらく身の安全のために別の病院に入院することになった。それからしばらくは夫と義両親と両親が毎日入れ替わりでそばにいてくれて、怖い経験はしたけど、母子ともに健康で出産を迎えることができて、落ち着いてから助けてくれた方々にお礼をしようとみんなで話していた時に連絡が入り、犯人が捕まったと報告を受けた。で、その犯人は私のことを小中といじめていた女子グループのリーダーだったことが判明。旦那を嘘でけしかけて私を襲わせ、子供を流産させることが狙いだった。夫婦揃って塀の向こう側へと連れてかれた。で、その後のことを私は今日初めて知ったのですが、夫の勤めてる会社は海外にも支社がある。普通に誰もが名前を聞けばわかるような会社で、そのいじめっ子のリーダーだった女、リーダー女と略しますの旦那は、夫の会社で働く清掃員だったが、リーダー女に夫の働く会社の正社員だと嘘をつき結婚。リーダー女はそのことをいろんなところで自慢していたのですが、どこかで私の夫も同じ会社で働いてると聞き、旦那に聞いてみたようで、うちの夫は変わった名字というのもありますが、それなりの立場についており、何度か海外出張して企画したもので賞を取ってるので、会社のそこら中に貼ってある某会社新聞とかで名前も出てるので、旦那は覚えていたんだそうです。で、リーダー女は昔いじめていた女が自分よりも上の地位の男と結婚したことに腹を立てて嫌がらせをしようと計画。Facebook なんかを使い、私の居場所を知ってる人を探して、昔やったことを謝りたいから探しているといい、難なく居場所を知り当てていた。お腹の子を狙ったのは、過去にリーダー女が流産したという理由もあったから。そして、私のことを探っていると、自分の旦那がただの清掃員だということを知ってしまい、離婚騒動になったが、リーダー女は離婚したくないというのならこの女の腹を殴ってほしい、昔私のことをいじめていた女が幸せにしていることが許せない、本当にやってくれたら離婚しないでやると嘘の話をして同情を買い、脅して旦那は結婚、おざなりの計画で私を襲い逃げたが、リーダー女は
約束を破り離婚届を置いて行方をくらます。しばらく逃げ惑っていた旦那の方は罪の意識に耐えられず自ら出頭。女は旦那の供述で後から捕まったという流れらしい。リーダー女は旦那から逃げた後、いろんな知り合いのところを渡り歩いて逃げていたが、ついでに盗みを働きながら各地を転々としていたので、随分と長いこと表には出られないようです。そのことを夫も両親も黙っていたのは、私と子供を守るために今までずっと胸にしまっていてくれていたそうですが、あれから時も流れ、住む場所も変えたので、もういいだろと話してくれましたが、これを聞いた時に昔のことを思い出して、彼女に対して憎しみを持てず、ただ胸のつっかえが落ち楽になり、私も年を取ったのだなと再確認。今は夫と二人の子供たちに恵まれ穏やかに生きています。拙い文でも読んでくださった方に謝礼をしてここで終わりにさせてもらいます。